中高生から大人まで幅広い年代に支持されるアメリカ発のフレグランスブランド、ボディファンタジー。ハンドジェルやハンドクリームなど様々な商品が販売されていますが、中でもボディスプレーは絶大な人気です。プチプラかつ種類豊富で選ぶのが楽しいものの、目移りしてしまって、どれを購入したら良いかわからない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ボディファンタジーのボディスプレーの選び方のポイントと、通販でおすすめの人気商品をランキング形式でご紹介します。記事後半では使い方も解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。リストの最初の製品は、ボディファンタジーボディスプレーフィールソーグッドオフィッツコーポレーション。シトラス系の香りを満喫できるユニセックスラインです。ペッパーバンブーがアクセントを加え、ラストノートのシダーウッドムスクなどに続きます。さっぱりとした気取らない香りでフレッシュな爽やかさを演出できますよ。香りをまとっておしゃれな印象を与えたい人や、パートナーと香りを共有したい人もチェックしてみてくださいね。リストの次の製品は、ボディファンタジーボディスプレーフィッツコーポレーション。スズランやローズのフローラルアコードに続くのは、ジャスミンイランイランなどのうっとりするような優美なアロマ。ムスクバニラパトリのピュアで、ソフトな余韻が残ります。ムスクの香りはしっかり楽しめつつも、オードトワレやオードパルファほど強すぎないのもポイントです。うっとりするような香りに包まれたい時や、ムスク系の香りが好きな男性にもおすすめです。リストの次の製品は、ボディスプレーレモンソルベフィッツコーポレーション。グレープフルーツバーベナのフレッシュな香りに、みずみずしいペアアカシスが重なります。ラストは、イリスホワイトサンダルウッドムスクの落ち着きのあるノートに、まるで心地よい風が吹き抜けるような、エアリーで爽やかな香りを楽しめるでしょう。ジメジメと蒸し暑い季節や、気分を変えてリフレッシュしたい時に重宝しますよ。次の製品は、ボディファンタジーボディスプレーココナッツパラダイスフィッツコーポレーション。パパイヤマンゴーなどのフレッシュなトロピカルフルーツの香りに、ココナッツフラワーキウイブロッサムをブレンド。ラストを飾るのは、ココナッツミルクシュガードバニラなどの絶妙な甘さです。シュッと一吹きするだけで、南国ビーチのバカンスのような気分を味わえるでしょう。心がウキウキするような香りをお探しなら要チェックです。次の製品は、ボディファンタジーボディスプレーフリージアフィッツコーポレーション。華やかなフリージアを彩る、スズランやローズなどの優しいフローラルブーケ。甘すぎないフェミニンな香りで、洗練された大人な雰囲気を演出します。癖のない香りで、オンオフを問わず、気軽に使いやすいですよ。フリージアが好きな人はもちろん、どの香りを選べば良いのか迷ってしまう人も試して、見てはいかがでしょうか。リストの次の製品は、ボディファンタジーピュアボディスプレーソフトクラウドフィッツ、コーポレーション。清潔感のある石鹸の香りに、さっぱりとしたシトラスの香りをプラス。ピンクレモングレープフルーツのフレッシュなアロマに、ピオニーフリージアが香り立ち、ラストは清らかなムスクの余韻が広がります。59ml 入りのスプレーボトルで持ち運びやすさも使いやすさも良好です。季節やシーンを問わない香りを選びたい人は候補に入れてみてはいかがでしょうか。次の製品はボディファンタジーボディスプレーピュアソープフィッツコーポレーション。その名の通り、まるでお風呂上がりのような石鹸の香りを満喫できます。シンプルで清潔感があり、どこか優しさを感じられる香りが、グッドシリーズにはハンド&ネイルクリームやファブリックリフレッシャーがあるので、ライン使いもできますよ。さりげなく清潔感をアピールしたい時や、リフレッシュしたい時にぴったりです。次の製品は、ボディファンタジーボディスプレーフリージア&イージーフィッツコーポレーション。優雅に香るフリージアを中心に、ソフトなフローラルアロマに仕上げています。ほんのり漂う甘い香りは、爽やかな大人の上品さをアピール。ハンモックを描いた遊び心のあるラベルも、リラックスムードを盛り上げます。
好きな人と一緒に身にまとって、いつでもどこでも一緒にいるような気分を味わってみてはいかがでしょうか。リストの次の製品は、ボディファンタジーボディスプレーフレンチペアフィッツコーポレーション。ラ・フランスの甘い香りを包むのは、マロメロホワイトフリージアルバーブの優しいノート。ラストにアーシーグリーンパチョリホワイトムスクが落ち着いた余韻を残します。ナチュラルでフレッシュ感のある絶妙なフルーティーアロマを楽しめますよ。大人な雰囲気の香りをお探しなら、ぜひ手に取ってみてはいかがですか。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。